おはようございます。おはようございます。恒例となりました、早朝ロケ。朝早いですね。まあ我々も都市行ってきましたから、深夜から始めるよりか、まあ目覚めてますけどね。朝早い方が、どっちにしろ僕5時に起きてますから、そうですね。というわけで森さん、本日はおみくじアンギア第3弾やります。しかしこれやるたんびに京都ってやっぱ奥が深いなと思いますね。全く知らないですね。いろんなとこに神社、まあ、お寺にはこういうおみくじあるんやね。アンギアでござる。おみくじアンギアスタートです。さあ森さん、四条宮を西に来ます。はいはいはい。ここに書いてますね。坊城通り。おお、こういう通りがある。坊城通りを、南に。ほうほう。あるこの神社です。はい。元祇園凪神社。へえ。元祇園ですよ。ほう。どういう、いや、わかんない、ね。祇園が。祇園となんか関係あるんですか、ね。あるんかな、はい。でもめちゃくちゃ立派ですね。へえ。はい。すみません、もうありがとうございます。おはようございます。ようお参りいただきました。どうもありがとうございます。もう何ですか。ものすごいね。ものすごい森さん、照れてはるんですけど、普段は取材には応じてくれやらへんらしいです。こらこら、ありがとうございます。初めて、はいはい。それはなぜ、まあ、森脇さんなんでね、ザマーカンカンとかね、はい、ずっとね見ていただいて、見てましたね。今の感じの方がね、ソフトで自然でそうですよ、そうですよ。グイさん、電通が調べた結果でもそうらしい。あ、そうですか。今の方が感じええと、あ、もうこのまま行かはった方がいいと思う。このままですよね。はい、今がいいってもう名言ですよ。やっぱりタレントとか、まあ我々のね、こういう芸能関係やってると、やっぱり芸ですから、芸するとついつい刀ってしまったり、肩に力が入ったり、大きく見せたり、実力ないのにちょっとかましてみたりとか、そんなのが全部取れていくんやろうね。でかといってビクビクもしないけれどもってことでしょ。今がいいんですよ。かまさずビビらず今がいいと。自然体。これもありがたい、ありがとうございます。もう元祇園凪神社、元祇園ってことは、あの京都の八坂さんとかある一帯の祇園と関係があるんですか。御祭神がまず、あの一緒なんですね。スサノオノミコトで、上巌の11年に京都で流行り病が流行りましてね、その疫を鎮めるために神さんをここに勧請しました。ああ、そうなんですか。でここから八坂さんに送る際に、風流傘、傘を刺してね、額を掃除て、棒を振ってね、神様を神輿に乗せて送ったという言われがあって、それが、祇園祭りの起源っていうふうに送る。それがセンスなんですか。はい、でここはどういう神様で。あ、はいはいはい、今の、お話の流れからでも分かりますようにね、厄除け、厄除けですね。まあ、八坂さんも厄除け、はい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 、元祇園凪っていうのは、凪神社の凪っていうのもいいですか。はい、凪って凪の木ってご存知。凪の木、凪の木ちょっと分かんないですね。凪の木、ご神木であるんですけどね、昔ね、この辺一帯がもう凪の森だったんですね。でそこにこう神社がこうできたので、凪神社という名前をね。凪の木が、凪の木が、ご神木で今あるんですか。はい、はあ、あちらにあるんです。あれね、縁起のいい木と言われてるんです。へ、まあ、珍しい木でね、なかなか皆さんご存じない、いや初めてです、ね。はい、この葉っぱがね、普通葉っぱってこう横に葉脈が走ってるんですけど、縦にしか葉脈走ってないんですよ。あ、ほんまですね。これ引っ張っても切れにくいと、はい、切れにくいことで縁が切れないので、ほんまですね。葉っぱがこうついにこう、ついについに、はい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 、夫婦円満とかね、はい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 。でもね、ここに来たらなんかこう、さっきから気になるのは、やたらこういうのが目につきますけども、丸いね、
これね、なぎの実というおみくじであって、うん、まあ、絵馬でもあるんですけど、はい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 、これはでも珍しいぞ。ということで今日のおみくじはこれを引かせてもらうか。これ柳田さんありますよ森さん。え、願いの実、なぎの実おみくじ付き。ありましたね。これでも可愛いから持っといても何ですか、うん、そうやね、可愛らしいですね。さあそれではこういう時はもうスッとスッと行かせてもらおう。僕はもう今回真ん中やと思うんですよね。ど真ん中もうそんなもうスッと行きますよ。 うわちょっと緊張する。大吉、出たいや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 、これがいいですね。願い事、願い事、高望みせず、お、地道に物事をこなしていけばきっと叶うでしょう。いいですね。いい言葉やな。金運、はい、仕事上で金運は好調です。おうおうおう、昇給が期待できます。嬉しいじゃないですか。この金運の仕事上で増えるのがいいですね。一番ええよ。いいです。腹立つわそれではグリさん、僕も行かせてもらいましょう。お笑ってはありません。え、どういうことですか。そうか、森脇さんって前から言おう思ったんですけど、中吉いう言葉が僕似合う人だと思うんですよ。中吉、タレントで一番引いたらあかんやつや。そうですよね。タレントで、まあそうですよね。出会い、出会い、積極的に行動すれば、うん、いい人に巡り合えた。積極的にいかな。まあまあそれはそうです。あ、ちょ、恋愛あれ。恋愛、まだまだ。まだまだはね。はい。色男として。はい、生涯現役、傷つくことを恐れず、積極的にいけば相手との絆が深まり。わかりました、森さん。テーマは積極的です。福井さん、ちょっと一言、なんとかなりませんかこれ。いや、ちょうどええんじゃないですか。いや、これから積極的に、はい、望みはちっちゃく、調子に乗らないように。ああ、そうなんですよ。調子に乗らないように、はい、調子に乗らないように自然体で、自然体、今のままで、今のままこの感じがもう絶対です。僕ね、グミさんね、はい、ついつい調子に乗るんですよ、はい、今これ朝でしょ、はい、夜には調子に乗ってますよ早いですよ、早い、周期が早いですよ。サムライさん、東王子通り三条上がる、はいはいはい、上がったところにいます、はい、実は、うん、この近くに森脇さんがすごく満足するであろう神社を発見しました。僕が、はい、満足する、絶対満足しますよええな、二つの意味の満足です。あ、来ましたね、まま、満足一本満足プロテインこれですよ、これですよ、満足稲荷神社、うわ、あ、じゃあ、ふっか元祇園の、元祇園の凪神社の、凪神社の福井さんに言われた、はい、調子に乗らないよ、はい、言われました。もう乗ってましたね。乗ってました。まあ、あの放送ではどんだけ流れてるか分かりませんけども、はい、ずっと CM の歌を連呼してまして、はい、まあ連呼っていうか、俺もうお念仏が始まったんやと思ってましたよね、ずーっと。満足神社、満足稲荷神社ですね、はい、満足と稲荷ってどういうことなんですか。あのね、はい、豊臣秀吉公が関係しておりまして、秀吉公が、はい、秀吉公がまあ伏見稲荷大社の方にすごく敬心の念を抱いておられまして、ね、はいはいはい、で自分がまあ戦勝祈願やいろいろな祈願が全て稲荷によって叶えられたことで満足いったので、はい、満足稲荷神社という名前で、ということはここでお参りするということはどういう、そうそうそう、やっぱり稲荷神社いろんなところありますけども、はい、うん、やっぱりそれであのいろんな願いが叶った方が、うん、満足した方が来ていただいてもいいですし、うん、またさらに満足したいという方が来ていただいてもいいと思うんですよね。ごめんなさい、後者ですね、さらに満足したい、さらに満足したい、さらにやな、はい、さらにやなってちょっとカメラ目線で言ってくださいよ、さらにやなまだまだ満足はしてませんっていうことで、いや、これね、今回はもうびっくりした、はい、森脇さんのガッツに。撮影終わったんですよ、はい、撮影終わった瞬間に何を思ったのか、森脇さんが何しました。 Facebook で、 Facebook 写真 Twitter 等で上げたいと、ちょうどまだ午前中ですよ、はい、アップしてましたね、はい、で肝心の番組の方にアップしてくれませんでしたおかしないですか。これどういうおみくじになるんでしょうか。どういうおみくじで、はい、
やっぱり先ほどから見ていただいた狐が主な神社です、はい、で狐のいろんな需要品がある中で特に最近注目を浴びているのがこの狐おみくじというものなんです。こんな素敵なやつがあるんだ。で、まあ、これ目があったやつを選んでいただくというのが目があったやつ柳田さん、はい、今日はおみくじ辞退させてください。ちょっと待ってください。マジすぎるじゃないですか。怖い。積極的に、はい、積極的です。積極的です。自然体。もう完全に自然体じゃなくなってます。誰とも目が合わない。合うでしょ。合いました。合いました。じゃあ柳田先生から、はい、僕からいきますね。先生どうぞ、はい、お願いします。よいしょ、お、来た、いきます、はい、出ました。何？大吉。空気読んでや。大吉満足です。相場買え今が良い。いいですね。恋愛積極的にせよ。もういいですね。仕事、仕事は、どこ飽きない、顔に吉利あり。わいいですね。何やってもええや。何やってもいいですよ。こんなん大吉二連ちゃんって二連ちゃんすごいな、はい、ごめんなさい。頼むで、もう頼むで、いらんことだけ、ネタいらんから、ネタは、はいはい、お願いします。中吉。グリさんどういうことなんですか。いや、こっからうなぎ登りになっちゃいますかね。これちなみに、はい、先ほどのグイさんも同じこと。定番なんですよね。でも定番というか、もう今日ね、今日、はい、先ほど起こったばかりのことですけども、同じ展開が2回連続する。相場目先を変えようや。さっきも一緒。さっきも一緒ですや。商売改めよ。これなんだ。いやいや、これなかなか辛口な。いやいやいや、もうそうちゃいますか。そうちゃいますか。そういうあれがあるんじゃないですか。ため一個、はい、争いごと。争いごと。勝ちに行け。勝ちに行けって書いてませんやん。なんて書いてる。勝ちにくしって書いてますよ。しゃあないですよ。これからですもん、村上さん。これからですよ。サモリさん、ほう、粟田神社、立派な、すごいですね。なかなかないよね、こういうのって。ちょっと隠れた紅葉の名所みたいですね。ほんまや、綺麗ですね。で、本日3つ目が粟田神社。素敵な神社、ね、いやー、これめちゃめちゃ今全国の、それこそ SNS の世界ではめちゃ有名らしいですね。ね、なんだの、なんかこうゲーム内でなんかあるらしいですよね。なんかキャラクターが、キャラクターみたいなもんが、もともとあの辺が、まあ、いわゆる刀鍛冶、鍛冶屋職人さんがたくさんおる地域やったらしいですよ、まずは森さん、鍛冶神社ですよ。鍛冶神社、下階段の横にあった、はい、あれ不思議な神社でしたね。いや、ああいう神社、刀の、そうしててね。それなんかこう鳥居のようで鳥居じゃない、こう日本ね、ドーンと柱があって縄があってみたいなね、原始的な。そう、京都っていろんな神社あるな。そうこれ森垣さん、こっち見たらめっちゃ見えるんちゃいます。京都、うわ、森垣すごい、隠れたスポットやね。絶景スポットですよ。絶景スポットやね。こんなとこあんやね。いいよ、ね、東山の方が見えますよ。ええとこやね。ええとこですね。サモリさん、宮司さんに来ていただきます。よろしくお願いします。こんにちは。お世話になります。もう歴史はどれぐらいなんですか、この粟田神社さんは。ご創建は西暦でいうと876年。こちらのお宮できましたのが、その当時戦乱があったり、はいはいはい、でまあ疫病が流行ったりということでですね、はいはい、それをこうご心配なさった天皇様がですね、八坂神社さんに、はい、7日7晩困られてで、その際に神様のお告げがございまして、できたのがこの粟田神社ということになります。こちらがおみくじですか。あ、そうですね、はい。ちょっとこの中見させてもらっていいですか。あ、どうぞ。どんな感じになってるのか、ちょっと不思議。別にいたって普通なんですよ、中が。お、どういうこと。これ、グリさん、これは何なんですか。あ、鳩ですね、はい。鳩みくじ。はい。どういうことですか。
一般的にあの鳩っていいますとやっぱり平和、うん、平和の象徴ですんでね、うんうん、あのまああの皆さんにあの心安らかになっていただきたい、はいはい、あそういう願いが。でもこれよく見たらこれちゃんとこれ手で折ってありますけど。そうですね、はい、一つ一つ、まあ、ちゃんとすごいね。俺そりゃそうでしょ、一つ一つ手で折ってるで、これ機械作る方が大変やと思いますけど、鳩みくじのために。いやでもこれ大変やな。あまあね、これ久慈さんが手でやったんですか。いや奥さん、奥さんじゃん、奥さんじゃん、奥さんじゃいますもん。いやそうか、娘さん業者でしょ。業者言うたそんなんやった、業者言うたって。それでは行きましょうよ、行きましょう、行きましょう。平和、平和の象徴やで、はい、これはもう、はい、これが平和の象徴、鳩でございますんで、はい、こちらから開けるか。もう次はもう僕から、はい、行ってください。さっきね、はい、全部柳田先生から開けて大吉出たんで、ね、次は僕から開けさせてもらいます。久慈さん、言うてもらっていいでしょうか、はい、せーの、今日でございます。いいですね。久慈さん、なんで笑ってるんですか。いえいえ、もうなかなか惹かれる方も珍しい。願望、願望、成り行き任せ、行き詰まる、失敗する。久々に聞きましたね、行き詰まるって嫌なことですね。金運これだけもう、それはそうです、一番僕が乗って大事だ、はい、うん、ケチがたたり痛い目に遭う。大概は芸人さんいうのはもうバン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 散財するんですけど、ケチがたたり痛い目に痛い目に、ケチがたたっていや、あの痛い目に遭うんですよ。最悪ですよそれ。ちょっと久慈さん、はい、これ読んだってください。あ、大吉。嘘やろ。来ました。嘘やろ。三連ちゃん、これはちょっと久慈さん、なんとかなりませんかね。あ、そこはあの神様にはあのお祈りいただいて。そうです、あ、うまいこと、なるほど、分かりました。それでは神様に今からお祈りさせてもらいましょう。鳩みくじは嫌いです。何を言うてんねんね。そんなこと言うから金運が逃げていくね。さあ森さん、はい、本日4つ目の神社、はい、来ましたよ。こちらになります、竹信稲荷神社。ここ三条商店街、そこやね。そうです、そうです、すぐそこにあるんですね。ん、なんか書いてあるよ、一寸法師と竹信神社。一寸法師、武士になるために。なるほど、なるほど。お椀の船で京都に来た。お椀の船で来たんですよ、京都にね、一寸法師の話が、うん、で京都に来た時の、物語の舞台になった場所がここ。一寸法師が暮らした物語の舞台になった場所が書いてあるみたいだね。ものすごい立派な神社だなと思いまして。あ、ね、平安時代初期ですのでね。平安時代初期、まもなく1200年ということですね。今回平安時代多いですね、はい、こちらの看板が、これなんですか、龍馬。え、これはですね、坂本龍馬ですか、はい、あのこれはおみくじのあれですけども、はい、このうちの神社はですね、うん、あの坂本龍馬さんとご縁がある神社でして、はい、でまあ、その縁のある龍馬さんのおみくじなんですけどね、うん、あの名言が手紙の言葉とともに龍馬が土佐弁で教えてくれるぜよと。あの土佐弁で言えてくれられますので、ね、あの、うん、まあ、神社と龍馬さんの言われとしましては、はい、幕末の頃になるとこの辺りっていうのは実は、都のも一番端っこになってたんですね、うん、ですのでこの神社のすぐ隣に、うん、獄舎があったんです、うん、あの牢獄ですね、はいはい、でそこの牢獄に、龍馬の奥さんの、お龍さんの、はい、お父さんですね、お父さん奈良崎正作さんという方なんですけど、はい、その方が投獄されてたと、はい、やっぱり様子を見に来るわけなんですね、二、はいはい、人で、はい、ただあの当然正面からどうですかなんてできるわけはないですから、うん、すぐちょっと近くにある、うん、ひっそりとしたこの場所から様子を伺ったと、うん、で、まあ、どうやって伺ったかというと、うん、こちらにある大きな木があるんですね。めちゃくちゃ大きいじゃん、はい、この木がですね、うん、まあ、樹齢850年とかこの木に登りまして登って、はい、その様子を伺ったと。へー、まあ、龍馬と、まあ、お龍さんって、まあ、結婚した人がいるんですけれども、そのお龍さんのお父さんが近くにやった、まあ、今で言うたら刑務所みたいなところにおったと、はいはいはい、で当時刑務所なんか面会行かれへんから、あそこにあった木に登ってお父さんがどうしてはるかっていうのを見てたっていう、坂本龍馬、そう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 っていう話があって、でも龍馬ってよく考えたね、今で言うたら脱藩者ですから追われてるわけですよ、うん、ほんで、坂本龍馬がですね会えないわけですよ、恋人とお龍さんと。その時に坂本龍馬が、まあ、人知れず夜とか来たんですよね。でそこに木で龍っていう字を
掘ったと。でそれを見たお龍さんが見て、あ、龍馬この辺にいるんや、生きてるんやっていうのがそれで分かって、人を通じてまた再会したっていう話があるんです。それが、それがあの神社のあの大きい御神木。御神木。さあ今日は僕は中吉中吉京都来ております。私は大吉大吉大吉と来ます。考えられない話。僕は最後にびっくりするようなことが起こると思いますので、はい、これ何や、これはイロハの葉ですね。イロハの葉で来てますか。葉でお願いします。葉です。じゃあ行きましょう。僕はですね、一発逆転芸能人大吉でございます。おお、やっぱ持ってんな。持ってんな。願望、願望、神さんが助けてくれるちゃ、くれるちゃ、くれるちゃ、叶うぜよ、叶うぜよ、神さんが助けてくれるちゃ、叶うぜよっていう争い事も書いてますやん、ね、十分叶うぜよ、十分叶うぜよ、誠心誠意尽くしたらええって書いてある。大吉です。大吉。いきます。はい。老ですよね。そうですね。いろはの老。いろはの老です。さあ、老は牢獄の老じゃないですか。いきます。はい、老、老、勝つ、勝つぜよ。面白いの来ましたね。はい、勝つぜよ。これは怒られてんちゃいます。え、何、頑張れようですかね。頑張れようですよね。勝つぜよ。これも大凶じゃないですか。いや、もう取り方次第でしょう、ね。はい、あの 気合入れろよという。気合入れようってことということは、はい、大吉大吉大吉で、はい、大凶ですよ。調子のそういうことですよ。そうですよ、そうですよ。すごいの日だな、うん、願い事、願い事、人に妨げられるかもしれん、うん、そういう病事、思い、新人生、怒ってありますわ。ずっと調子乗ってたからな。調子乗ってるからですよ。大吉で3つも来たから。うう、俺最初なんか間違ってんのかなと思って、印刷間違いかと思ったんですよ。どこにも中吉とか今日も書いてんし、勝つってだからね、めちゃくちゃ怒られてるんですよ。でしかも書いてんの見たら調子に乗んだと。俺調子に乗ったんで3つだけやん、3つ4つだけやんか。大吉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 でしょ。3つの神社大吉がピークで怒られたんですよ。オンエアタイムで言うたらあれ20分切ってますよ。最後は大吉で締めました。まあ、自分で言うのもなんですけども、はい、タレントとして敷くべきものを最後に引けたとホッとしております。おみくじで勝つってあるんですね。初めて、びっくりしました。初めて、今日よりしたいことですよ。いや、ほんまに大今日よりしたらしいです。だからご破産ゼロですもん。トン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 、人生トントンで最後終わらせてもらえば、調子乗ったもバレるんですね。そういうことです。ちゃんと神さん見てるなということで、はい、ありがとうございました。千年の都。